込むのが難しいですね。今映ったのはテトラですね。テトラの際、テトラの際にも魚いません。はい、これはベイトですね。メッキじゃないと思います。単体の大きな魚が映っておりますね。これはストラクチャースキャン、ちょっと写りが、あ、これやったらわかるか。ストラクチャースキャン、これは50キロと200キロの魚探反応ですね。メッキ反応なし。見つけてからまたビデオ回します。発見しました。多分メッキボールですね。ちょっと ボトムに張り付いてしまいました。同じとこ戻ってみます。ロランスの GPS、結構拡大しております。現時点誤差は、1,2 メートルかな、そんな感じですね。ほとんどブレはございません。最近の GPS 精度すごいです。左が、800kHz だったかな、高精細の真下の画像ですね。はい、ここベイトボール発見。50キロに移りました。200キロに移りました。ストラクチャースキャン移しました。ここですね、テトラの際ですね。これ右側のがテトラですね。はい、これですね、テトラの際についております。ボトムから、4メーターまでありますね。はい、これです。ベイトボールじゃなくてメッキボールか。今からここに打ち込んでみますね。この赤いやつは、テトラポットの魚影、反応ですね。単体の大きな魚も映っております。シーバスでしょう、多分ですね。今日はシーバスには用はございません。メッキです。これですね、この反応、これがメッキですね。ちょっとボトムに沈んだですね。釣りにくいですね。反応の濃いところを絞り込んでいきます。右が、魚探、GPS。 ちょっと密度薄いですね。ベイトボールじゃなかったメッキボール。ポイントを絞り込んでシューティングします。テトラの際ですね。こういう時は反応のあったところとストラクチャー、地上、目に入る、あ、ここでこれですね、これこれが、メッキボールです。これですね、はい、ピンポイントで押さえます。場所がこのテトラの、12,3 メーターアウトですから、場所を覚えておきます。で、ここに打ち込みます。水深が、浅いところで、7メーター、下が11メーターぐらいですね。こういうベイトボールです。場所を覚えましょう。30ヤードないですね。はい、これで27、8飛びましたんで30ヤードですね。1、ちょっとラインをまっすぐしますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、
23、24、25、26、27、28、29、30。カウント2秒、1カウント2秒ですから1分カウントダウン。くえ、まだ下か。あ、食った。よし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 、ドンピシャですね。よし、引きますね。おお、ドンピシャです。これで 8m 映像を引いてるはずですね。はい、メッキです。低水温器のメッキ、こうですね。ちょっと伸び込んでますね。伸び込んでおります。ビービー、リリースします。メッキボール発見。25ヤード先、水深8。軽く打ち込みましょう。お、風が出てきた。よいしょ。よし、これでいきます。18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、1カウント2秒、1分カウントダウン。さあ、ペ、当たらないか、違うか。うん、あ、来た。あ、ミスった。よしよし、フィッフィッ、よっしゃ、ドンピシャですね。ちょっと上で来たな。5メーター、6メーターぐらいでかかったですね、今。その前が8メーターぐらいでフィッシュです。はい、フィッシュです。うわ、飲み込んでます。メッキちゃんですね。メッキちゃんです。メッキちゃんです。動き早いですね、今日は。はい。打ち込みます。場所は決めました。これで流されております。よし、入った。ポイントには入りましたね。ちょっと風で流されてますな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、